母ちゃんとどっちが強いかな。恐竜やろ。どうやら朝の体操に恐ろしい2人がいるようです。恐ろしい2人、おじいさんと恐竜ってことか。はてさて、皆さん大丈夫？朝の体操に、はぁ、ほらおる。え、あのおじいさんはずっといたのか。ずっといたということか。恐竜もなんか何気に揺れうる感じやし。なんでみんなちゃんとできるん。この世界での普通のラジオ体操ってことなんかな。ではいただきます。いただきます。何事もなかったかのように。いただきます。結局何事もなかったかのように。木曜日の朝ごはん、意外なことに人々は落ち着きを取り戻していました。だって朝ついさっきあれを見た後でのこの朝食やけんね。昨夜あんなことがあったのに。昨夜どころじゃないよ、もうさっきよ。なんだか不思議な感じです。何その不思議な感じです。なんで伸ばした。さっきララコと見に行ったら小鳥たちと一緒に遊んでたよ。あれは怖くない、かなりおとなしい恐竜なんだ。え、っていうかさ、キャップに至っては今日の朝が初見じゃないの、違うの。鳥の祖先らしいから仲良しなのかもしれない。鳥の祖先、マジで草食だし。じゃあ今朝のおかずと同じだ。かわいい。笑い方がめっちゃ一緒よね、しんちゃんとひまちゃんって。どうやらあの恐竜は危険なものではないようです。危険なものではないと言ったところで力はめちゃくちゃあるやろうけん、踏み潰されんようにせんとね。そもそも日本に恐竜を取り締まる法律は今のところありません。いや、まあ多分この先もできることはないのではないかと。そうだ、ここで恐竜の呼び名を決めないとね。何それ、ペットみたいな感覚。しんちゃんならあの恐竜をなんて呼ぶ。お、ブラキオン、アタマちゃん、突撃レディ23号。何、メスなの。わからん。アタマちゃんにしよう、かわいい。アタマちゃん。こうして無事恐竜のニックネームが決まったよ。確かに頭すごいね、特徴的ではあったよね。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。しんちゃんちゃんと手合わせてなかった、気のせい。なんかクロスしてなかった。そういえばさっきあのおじさんは霧島スターの前にいたよ。あのおじさん、悪の博士。悪い博士。悪のって名前だよ。じゃあ人騒がすな、博士。霧島スターで恐竜の餌でも買ってるんじゃないかしら。恐竜の餌、まあ、普通に野菜ってことかな。オラもチョコビ食べたいぞ。めっちゃキラキラしとった目が。スーパーなら恐竜が食べられるものもたくさんあるな。何食べるんかわからんけどね。だとしたら山田もっとちゃん、ボロ儲けね。さて、まあ、確かに、どうやら量はすごい気がする。まだ霧島ストアの前にいるようです。動物園の動物とかでもめちゃくちゃ何トンとか食べるんよね。違うっけ、キロ。気になるよね。うん、気になる。これは迎えと言われてるんだな。霧島ストアへ。なんなの、毎日同じ、え、毎日同じ内容じゃなかった、微妙に違う。最後の一文だけ違った。見たことあるような感じなのにハンサムなのか。え、それはなんか綺麗なジャイアン的な。ちょっと面影あるけど、なんかハンサムに改良されてるってこと。あ、パパには負けるけどね。おー、なんか唐突なのろけ。唐突なのろけじゃねえか。よし、霧島スターに向かおう。え、でもあれよね、この二人は別に美化されとるわけではない感じ。ガハハハハハ。最初は恐竜が怖かったけど、よーく見るとなんだか可愛いやつなのよね。多分女の子なんじゃないかな、多分。なるほどね。霧島ストアってこっちやったっけ。そうそう、ここが抜けれるって分かったんよね。やっぱ画面が切り替わるたびに時間がね経っていくけん、多少時短になっとるよね、分からんけど。霧島ストアの前で悪の博士を大発見。あの恐竜は一体どこにいたの。あんなでかいのに見当たらんかったよ。一体ここで何をしているのでしょうか。
いかんいかん。なぜこの町の連中はもっと恐竜を怖がってくれないのだ。もはやね、ニックネームまで決まったけんね。頭ちゃん。これでは計画が台無しだ。博士は町の人々が恐竜を恐れなくなったことをとても怒っていたのです。恐れなくなった一日も経たずに。いかんいかん、もっと怖がってほしいのだ。今のままでは餌代の元が取れん。元？なんだ元って。え、こっちには目もくれないのか。そしてしんのすけは博士の後を。何、顔べで飼ってるの？追いかけるよね。こっそりしっかりついていく。うん、もうナレーションですること決められたけん行くわ。何、どこに行ったの？この中ではない。こっちか。待って、進めん。お、あの先に行ける。うー、絶対見えとるやん今の。確実に見えとるやろ。あの先に行けるようになるということか。行こう行こう。どうやら扉の鍵を開けたまま行ってしまったみたいです。不用心すぎる。行こう行こう。こんなにね、好奇心旺盛な子供がおるというのに不用心すぎるよ。おお、新たな空間、いいね。お花がいっぱい咲いとる。あれもしかして何、竹、つくし、なんか取れるんやない。てかそこ光よるのすごく気になる。新しい虫じゃない？取らせてー。取らせてー。お、どんどんなんか新たな場所が。秘密研究所ってでっかく書いとる。何も秘密じゃない。あ、そこも光っとるよ。ちょ。ちょ。そこには、この池にもなんかおりそうじゃない？おらんのかな？とても怪しい形の建物がありました。確かに形自体。博士はここに入っていったに違いない。専用駐車場、空飛ぶ車を開発中。秘密研究所、ちゃんと駐車場もあるんやね。入るんすか？正面から堂々と。お、この一室だけ、もしかして。研究所の中にいたのは博士だけ。何あれ、お母さんとかかな。あ、家族の写真があそこに貼られてある。そしてしんのすけは何とも不思議で妙竹林な博士のダンスを見てしまう。え、それは彼がタイムマシンを操り恐竜を現代に呼ぶ時の大切な踊りなのでした。なんでそんな作業せんといけんようにしたん？ふわふわパウパウとわとわチリチリラ行を抜いて心に浮かべてタレルイラムマレシロンロデカゴヨラレやってこらい。ちょっと何を言ってるのかわからない。あれかな、今の反対から読んだらなんかなるとか。一瞬の出来事で文章になっとるとか。何言ってんの、ナレーションまでしてるの自分で。そこまでが呪文なんかな。直接過去に行くんじゃなくってワープさせてくるってこと、恐竜を。うるせえ。これは何、プテラノドンなの？なんかちょっと間抜けな顔してるけど。今度こそ我が輩の巨大な力の前に人々はひれ伏すはずだ。どうなん、あれは肉食なの？てかえらいちっちゃいパソコンでやるよんやね。こうして2匹目の恐竜が現代にやってきたのです。お、何か押してしまうのでは。おがキラキラしてるよ。二度見。そして恥ずかしいダンスと恐竜を呼び寄せる一部始終をしんのすけに見られてしまった博士は、ものすごい間近をさ、あ、モノレール通っていきよるけど、自分の秘密が外の世界に知られないよう、しんのすけを夏休みの世界に永遠に閉じ込めようと考えた。夏休みの世界に永遠に閉じ込める？小学生とか幼稚園児からしたら、幼稚園児は微妙かな。私はお前をもう二度とこの町から出さない。なお前はここで過ごす夏休みの一週間を
永遠に繰り返すのだ。同じ時間を永遠にタイムリープってこと？永遠に繰り返すって、おじさん、悲しいことでもあったの？泣きたければ泣くがいい。いや、多分しんちゃんの場合それはないんじゃないかな。なかなか素晴らしい。どうやって閉じ込められるんやろ。そしてこの写真がすごく気になるんだ。おや、見覚えのある写真があるぞ。なんだっけ。見覚えのある写真というのは左側のよね。なんだっけも何も自分たちが写ってるじゃねえか。なかなか素晴らしい。てかこれ結構さ、なんか外から見たよりもだいぶ位置が低く見えるんやけど、外から丸見えじゃない？この秘密研究所。あ、まあでもあんまり人が来んような、あんまり人が来んようなって言ってもね、目の前を乗り物が通っていく場所やけど。あ、ね、新しい虫は？これは新しくない、ひなバッタ。ここは釣りできんのかな？あ、ここも新しいところやね。これは回せるの？水門が邪魔で、ここから先は行けません。水門を下げることができれば、通れるようになるのかな？これ下げれるの？え、でも子供一人じゃ難しそうよね。お、カブトムシやないん、これ。やったね。その看板調べようと思ったんやけど。ゴミを捨ててはいけません。ゴミ以外もダメですよ、と書いてある。ゴミ以外もダメですよ。なんかこの辺、もうおらんくなったのでは。あ、おりやん、おりやん。小ゴミやった、普通に。そう。これこれ。ダンゴムシや、ダンゴムシ。最近さ、バイト先の店内にめちゃくちゃダンゴムシ入ってくるんよね。どこから来よんやろ。お、こっちの方向にも、てかどっちの方向から来たんだ？その辺あまり理解できてないんやけど。なんかめちゃくちゃ行ける場所増えたやんね。まだ青い稲穂が真夏の風に揺れている。詩的な表現。ベニトンボ、マメコガン。え、なに？二匹同時に捕まえたな、今。すごいやん。天才か。天才か。てか、あの建物、まあ一部屋ぐらいか。めっちゃちっちゃい。あ、これは新しい。虫。カマキリ。気持ち悪いなぁ。何これ。お、びっくりした。畑のご案内。ようこそ黒髪農園へ。畑といえば、そう、野菜です。野菜は全部で3種類。それぞれに1日1回お水をあげることができますよ。何日かお水をあげて野菜が育てばいざ収穫。収穫した畑はお水をあげればまた新しい野菜が育ちます。売れた野菜が欲しいときは収穫を遅らせてみて。さあ、レッツ農園ライフ。ふいふーい。聞こえてたのかい？ふふーい。何その雑なあげ方。そんなんでいいんすか？人参に水をあげた。いや、なんかさ、牧場物語とかやりよったけんさ、もっと一個一個丁寧にとかじゃないの？ふふーい。めっちゃいいやん、それ。超いいやん。ほら、この揚げ方、唐辛子。あ、スーパーとかで売り寄らんかった食材はこういうところで栽培して手に入れるってこと？なるほどね。P と書かれた看板がある。P はどういう意味だっけ？パーキングです。お、これは。ふんふん。シソ。シソしか生えてないんか。あ、小ゴミもあったね。シソと小ゴミか。ふんふん。これは？なんやっけ。多分、きっと、動物の森で見たことがあるような気がするんだ。きっと。ここも新しいところか。ふむふむ。なんかめっちゃ綺麗じゃない？川。いいね。あれ何？ピンクの。花？花？何なんだ？花の川って書いてる。花なんや、やっぱり。あれは水の底に花が咲いてるってこと？なんかすごいね。うわぁ、なんか行ける場所増えすぎて、どこから帰るんかわからんねえけど。どこから帰るんかもうわからんねえけど。0メートル先工事中と書かれた看板がある。
ってことはもうここが工事現場ということっすね。え、てか時間表記もあるわ。え、さっきなかったやん。ない場所とある場所があるのか。あ、これで戻ってきたよね。こっちにも行けると。ほうほうほう。なるほど。じゃ、この左側は？私は一体どこから来たのかしら。そこのビール瓶たちもすごく気になるけれど。うん、え、なんてなんて？段差で行けんって？排水口があるせいで、排水口？ここから先へは進めません。あ、これ段差じゃなくって溝なんや。なるほどね。どうすればいいのかな？それぐらいジャンプして越えれるくない？ぐらいの隙間な気がするんやけど。まあ、リアルでやったらね、小さい子危ないかもしれんけど。え、いけそうやけどな。水源の森だもん。お、ここも新しい場所やない。これなんか拾えそうじゃない？なにこれ。山桃やって、山桃。で、最初のあの場所だけしかさ、行ける場所ないんかと思ったけど、どんどん増えてくんやね。まあ、あの、歯医者のところも行けそうやなって思ったけど。あ、ここに繋がっとん、マジで。工事中の通行止めがなくなっているようですね。あれ、じゃあ工事終わったってこと？あの、0メートル先工事中っていうのは違った。恐竜が通って壊したのかな？そういう、てか、恐竜、あの恐竜はどこ行った？ 2 体目じゃなくてさ、最初の。あ、でもここから行けるならだいぶ時短になるんかな。ねえ、だいぶ増えたんじゃない？ニュース、ニュース。どうも。ドシンドシンと、ずいぶん大きな音を立てて工事車両が通ってるなと思ったら、ここは恐竜の通り道だったのね。スクープ記事のチャンスかも。ブリブリーブリブリーすごい冷静だね。焦ることもなく、スクープスクープってなるんや。しんのすけ、良い記事はできたかい？シュポーシュシュポポシュシュポポ。ねえ、記事、今日はどんな記事ができた？見て見て、なかなかの記事だ。素晴らしい。前の日とは違うの？前の日の分もあるんか。なかなかの記事。まあ、あの、恐竜のやつがってことやろ？うんうん。新之助記者の記事による新規契約数は115人。お、影響力が出てきた。お小遣い80円をもらった。ありがとうございます。紙面になったものはすぐそこのロッカーに貼ってあるから見てごらん。誰もが面白い記事を求めている。110何人ってすごくない？新之助君も、いや、なんかよくわからんけど、今の時代新聞取り寄る人ってさ、そんなにおるもん？いや、コンビニで働きよってさ、頑張ってくれたまえ。1日で新聞って多分10も売れてない気がするんやけど。あ、まあ、新聞屋さんから直接取り寄る人もおるやろうけん、よくわからんけどね。街をバッコする巨大生物。あれバッコって読むんや。アッソーの大自然、モンシロウ5匹も。それニュースになる？野山の幸、ここ見の季節が到来。ほうほうほう。てかさ、あの最初の恐竜と2体目の恐竜、あいつらは一体どこへ行ったよ。あいつらは一体どこへ行ったんだよ。ああ、おった。え、こいつらはこの先ずっとさ、この街を、至るところを歩き出すってこと？母ちゃんとどっちが強いかな？恐竜やろ。普通に恐竜やろ。ほら、めっちゃ普通に歩きよるよ。恐竜のいる景色。恐竜のことを女の子って言ったのは、多分ララコが世界初だよね。そこにララコの偉大さを感じてちょうだい。わけわかんないと思うけど。これがララコちゃんの決め台詞なの？わけわかんないと思うけど。ね、あの、もう一体の恐竜はいないんすか？もうバイカモの川には行ってみた？バイカモの川？水の中に花が咲いていてとっても綺麗なんだよ。なんか違う名前じゃなかったっけ？見てよ。可愛かった。恐竜が出てくるなんて、なんて田舎なのかしら。田舎でも出てこんけん。普通に出てこんけん。恐竜が出てくるなんて怖いね。でもこういう時こそ平常心を忘れるべからず。夜の本の朗読は今まで通り続けるからね。おー、強い。めっちゃ強いんですけど。もうみんな普通に日常に戻っていった感じやね。
あ、戻っていった。しんちゃん、お手伝いの内容を忘れないようにしてね。何を持ってくればよいか、あそこにある掲示板を見ればわかるからね。多分、あれって別に一日一日更新されんよね。前見たとき山部屋やったけん、更新されてないし、ない。これは全部渡すまで更新されんってことなんかな。まあ、多分クリアしていかんでもストーリー的には影響ないんかもしれんけど、まあまあまあ、多分実績的なものがあるんやろうね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、1体目の恐竜はね、なんか近くをのっそりのっそり歩きよったけど、2体目の恐竜見当たらんかったね。まあ、多分1体目と同じようにその辺をバサバサと飛びよんじゃないかと思うけど。いいね、なんかどんどん増えてくんかな、この先も。